跟文娜搬到东京之后呢，就真的超想买车的。やっぱ昔の車の生活がすごい良かった。あれ慣れちゃうとちょっと欲しくなっちゃう。我们两个现在要去休息，再买一些东西吃。何食べようかな？我们两个刚才从休息站回来，买了吃的，给大家看我们两个买什么。给大家看。やめなさい。首先呢，买了一个，等等，中华串，有虾子烧麦跟烧麦，还有饺子跟韭菜馒头。然后是文当的火锅。火锅，这就是我们两个今天的早餐跟午餐。晩ご飯がめっちゃ美味しそうだからそんな食べないようにしてます。運転後の運転、加油。あと道かね。長いな。大丈夫、ルーラジオが話すからいろいろ。たくさんテーマ用意してました。お、楽しみにしとこう。じゃあ僕のタコボ行こうかな。ティビン、こういうのが好きなんだよね俺。我们已经接近鬼怒川日光了。もう近いぞ。我们到了。到了。我们两个这次要住的 hotel 是 Kinagawa Hotel 三日月，三日月，楽しみ，开心。就是这一家，这里好像除了温泉之外还有游泳池。现在温当在 check in， 我来照一下饭店的大厅，长这样，非常的漂亮，有没有那种非常的日本的旅馆的感觉？而且这里面还有一个很小的小神社，好酷哦！哇，它很漂亮。好期待哦，不知道房间会长怎样。好期待。先に。刚刚。お邪魔します。哇，玄関ある。哇，一进来就是玄关呢。我们真正的房间是在这里面。Let's go。入りましょう。噔噔。哇，広い。哇，めっちゃ広くない？这里有呢可以喝茶点休息的地方。那这里呢，又有两个人可以看窗外休息的地方。那这里呢，就是我们的床。哎 ，bed めちゃ綺麗じゃない？いいね、なんかテンション上がっちゃう。哇，雰囲気あるね。开灯之后更有那种合适的感觉了。来，来了。哇，ここ秋だと全部モミジだよね。めちゃ綺麗だね。我们来看一下这一间是什么。哇，ここで二人で一緒に化粧できる。こんな広いのが一番好き。一般呢，这种东西他们只会放在大浴场那边，房间里面是不会放的。他们这里有写，冰箱里面的饮料是要钱的哦，要小心。我们当去上厕所的时候，我继续来拍一下刚才我们没有开的柜子。像这个壁橱里面呢，有棉被，还有一些坐垫。他们虽然说呢有附一般这种比较洋式的床，可是有些人可能睡不习惯，所以一般的饭店呢还会附这种是洗衣服桶铺的床。浴衣超可爱的，来温泉旅馆就是一定要穿这种东西。女生跟男生那个花样还不一样。我们换完衣服了，好帅呢，文当。然后我的是长这样，等等。キラキラ。我来温泉旅馆最喜欢就是穿浴衣。他们每个房间里面都有附当地的土产。ルーちゃんが食べてる間に、俺が今日のスケジュールを紹介します。お願いします。今3時半なんですけど、夕食が18時からなんですよ。この2時間半を使ってマッサージの予約。あとウェルカムドリンクが13時半から17時までカフェに行きたいと思います。これ美味しい。で明日の朝食はね、7時から9時15分まで行きたいと思います。朝ごはんめっちゃ楽しみ。あとね、ちょっと違う感になるんですけど、ゲームコーナー17時までやってる。ゲームコーナー行きたいね。えちょっと楽しみなんで、と行ってみましょう。先にウェルカムドリンクだ。我们两个现在要来拿 Welcome Drink， 这里有四种饮料可以选，有苹果汁、跟乌龙茶、跟冰咖啡，还有热咖啡。像这样子，一杯纸杯里面放饮料，然后呢可以坐在他们这个咖啡 terrace 喝。可是只要一出这里就不能摄影，所以我们就不拍给大家看了。我们两个现在要去 Game Corner， Game Corner 呢在一楼，他们一楼这里设计的超漂亮的，好漂亮哦。ここなんかわって感じ、ラスベガスだ。拉斯维加斯呢，就是他们这里的 Game Corner 的名字，拉斯维加斯。本当綺麗よ、ふちゃん。哪里？所以，这个看板是怎样？跟我想象有点不一样，该不会像博新哥那样吧？昭和だね。気になるね、逆にね。ねえ、入ってみよう。これどういうものになるのかわかんない。でも楽しそうな音してるよ。ねえ。わ、本当昭和の時にあったゲームセンター。すごいね、面白い。これ好き。文当喜欢玩这个，一个遊ぶ？勝負だ。再一次。じゃんけん、ほい。
はい、これで試合成功か。うん、方向の方が高い。じゃあよ。92だね。最高得点。次ブーちゃんだ。我们两个现在要去预约马萨吉，马萨吉是在另外一栋。然后为了预防突然下雨，他们这边有是旅馆提供的伞，可以让大家自由借出。我是预约身体筋膜按摩60分钟，我当时还有加胶原蛋白面膜，这些是也是60分钟，我那比我贵1000块。超期待。啊，ともうすぐでご飯の時間だね。哇，ご飯早く食べたい。バズった。今回はね和牛の会席を予約したんですよ。ありがとうございます。我们吃会席料理是在4楼。我们一坐到位置，桌上就已经摆好这些料理了。这个虾好有冲击感哦。这道我焼肉だよ。哇！3点9是五枚虾。干杯！干杯！美味しいこれ。然后除了前菜之外呢，刚才第一道菜也上了。第一道的生鱼片呢，他们做的非常的用心。大家看这个芥末的部分，做成像小花的样子。然后日光很有名的是 Yuba， 所以他们生鱼片里面有放 Yuba， 还蛮特别的。Yuba 就是豆皮，好好吃。真假的？前菜呢也非常的漂亮。大家看前菜又有豆皮，他们这里豆皮真的很有名。然后旁边吃的这个呢是煮鱼。这个也很好吃哎，做成冷盘很入味，然后有一点甜甜的。接下来进入我跟文章最爱的生鱼片的环节，好吃啊！和牛也来了，马上来烤一个。聞こえたこの音？大家看它这个油花好漂亮，真不愧是和牛定食，好香，好香。对，好香。我们俩刚才饭已经好了，等一下再来盛饭。天哪，感觉好好吃哦！应该可以了。好，把它放到这个酱汁里面。Oh my gosh， 感觉超好吃。现在盛饭，ご飯もなんかすごそう。哇，是炊饭。ひつまぶし。嗯，叫我最後食べるわご飯。里面没有熟，但是每一熟好吃，肉很好吃。天妇罗也来了，文章说还要先吃天妇罗。こういうとこ来ると天ぷらよく来るよね。エビちゃうな。好吃？衣サックサク。哎，やばい。早く食べた方がいいよ。好吃これ。真假的啦？めっちゃ美味しい。除了炸虾之外，还有炸香菇、鱿鱼，然后是饭。饭不是单纯的白饭，是鳗鱼饭呢。那虾吃起来好甜哦，好吃。今回の会席料理結構得点高い。ね、なんか盛りだくさんだよね。嗯，可能还有阿瓦比的主物，虽然我们还没吃，他东西就上完了，等一下最后再吃。然后他已经先上了，最后呢有味噌汤，最后是甜点，甜点的话有附上一杯热茶，还有凤梨跟哈密瓜跟 cheese 蛋糕，感觉哈密瓜很好吃，试试看。它这个哈密瓜的水分好够，好甜，好甜。我们吃完了，满足，好好吃哦，好饱哦，好饱。真的超饱的。何が一番好き？和牛かエビの天ぷらかな。ああ、それ美味しかったもん。サクサク、美味しかった。Hello， 大家，我们已经回到房间了。那我们刚才呢已经去泡温泉，也已经去按摩了。现在呢，我们两个终于可以回到房间好好休息了。心も体も癒されてます。いや、肌めっちゃ気持ちよくなったよ。めちゃくちゃすべすべ。今日楽しい一日まだもうすぐ終わる。でも。明日いろいろ行けるかな。明日いろいろ行きたいね。行きたいところがいっぱい。ドライビング。ねえ、なんかもう本当車でいいなと思って。いや、車乗っていろんなとこ行きたいね。もう本当車久々すぎて楽しかった。俺とルーちゃんレンタカー借りたの初めてじゃない？初めて。逆になんで昔やってなかったのかなと思う。俺もちょっと運転するのね怖かったからね。で九州に行ってもう慣れて、で今もう楽勝で感じなんです。いや、運転楽しいよ。じゃあ私たちもあと今日はちゃんと遊んで食べてちゃんとスキンケアしてまた楽しく寝ます。明日も楽しくいろいろやりたいと思います。明天见，大家拜拜。バイバイ。
君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。